しい、サックス江川涼子、サックス東亮太、それからサックス鈴木博士、トランペット佐藤修徳、トロンボーン今込め治、ここから行きます、キーボードピアノ江藤直子、それからアコギオ大口俊介、ベース川井忍、それからドラムス、今日北海道から来てくれました、東博則、それからパーカッション、相川ひとみ、そしてパーカッション同じく上原七重でお送りしてます。でここでさっき、僕らの前に演奏してくれた、プロジェクト福島ボンバンドの皆さんも、もしステージに上がってこれればガーンと上がってきて一緒にやれればと思っております。ボンバンドの皆さん、よかったら上がってきてください。ステージだったり矢倉だったり上がってきてください。みんないるかな。ちょっとセッティングに時間がかかると思いますけども、上がってきて、あれだね、スチールパンの、音なんか拾えるマイクとかもしあれば嬉しいかな。どっかにあるかな。そのパーカッションのところにいれば大丈夫かな。今日皆さん本当にお越しいただきましてありがとうございます。あと30分くらいなんですけども、ここ7時に終わらなきゃいけないので、それまでの間あともう何曲かやれればと思ってます。どうもありがとうございます。これ皆さんが下に敷いている風呂敷なんですけども、もともとは2011年にあの福島でフェスティバルをやるときに、下に積もったセシウムが体につかないようにということで敷いたのがきっかけです。それ以来あの福島であの盆踊りやったり、それから他の土地でも北海道でやったり多治見でやったり名古屋でやったり、いろんな場所でやるときもこの風呂敷を敷いてきました。で毎回この風呂敷を、それぞれの土地で布を集めて、縫い合わせたりしてます。今回も、きっと東京で8月とかに縫ってたのかな。あ、今回は補修をそこの体育館でやったのかな。はい、そんなわけでこの風呂敷を敷いてくれた皆さんにまずは拍手を。プロジェクト福島大風呂敷チームの皆さんです。ありがとうございます。それで、プロジェクト福島今年で4年目5年目になる4年目5年目だ5年目で、僕ずっ と,、僕とか遠藤道郎とか和合陽一が代表を務めてたんですけど、アーティストが代表を務めるのはどうも事務的にうまくいかんということで、今年から代表が変わりました。山口清之進がいますので、山口さんからちょっと一言。ありがとうございます。はい、プロジェクト福島今年はすでに札幌で8月にやってきて、そのドラムの東さんはその時のボンバンドのメンバーで、今回ね、急に来ていただくことになりまして、で福島で8月15日に毎年フェスティバルやって、今年も、やりました。で今日はここ天王寺でやらせてもらいつつ、今度また池袋でもやったりというふうに、かなりあちこちに活動が今広がっていまして、で、こういうふうにバンドも一緒にミックスされてきてるし、この大風呂敷のようにいろんな各地のものが集まって、活動してます。ぜひ皆さんも今日踊って一緒に踊ってきたことをきっかけに、なんか活動に関わってくれてすごく嬉しいなと思ったりしてます。ですか。いえいえいえ、僕もボンバンドだったりするんですけど、いいですかね。はい、はい、じゃあ最初に、最初から来てた人見てたと思いますけど、最初に、長見純さんとみんながやってたボンバンドは福島のメンバーと東京のメンバーの混合チームで今年から生まれたバンドです。それで、今年の8月の頭に北海道で、もう2年目になるんですけど、やっぱこの盆踊りをやった時は北海道のメンバーと一緒にバンド作ってて、さっき言った東さんも北海道から来てくれましたという感じで、なんかいろんなところでこの輪が広がってるというか、11月だったかな、豊橋でもやることになってて、あとは11月に、西成でも、西成は西成の人たちがやってくれるみたいです。
そんなわけで、なんだろう、もう11月お盆じゃないですからね、全然もう盆踊りというよりは盆の踊りみたいになってますけども、そんな感じで、来年もやれたらいいなと思う。来年も札幌は、8月の最初の土日にやったり、きっと福島も8月15日またやるのかな、やるんじゃないかなという感じですので、札幌行ったり福島行ったり観光がてらいろいろ見てくれるといいと思います。ということで、先ほどのボンバンドのメンバーと、このビッグバンドのメンバーと一緒くたになって